秋月型駆逐艦は、大日本帝国海軍の一等駆逐艦の艦級である。計画時の名称から乙型駆逐艦、各艦名から月型とも呼ばれる。日本海軍が建造した最初で最後の防空駆逐艦の艦級である。同型艦は12隻が巡航している。なお、仮称艦名第361号艦以降、冬月型、 火唱艦名第365号艦以降、満月型として区別するものもあるが、日本海軍の正式な類別では、冬月型及び満月型も秋月型駆逐艦である。本校では便宜上の分類も一括記載する。第一次世界大戦以降、航空機の脅威の認識に、触りつつも航空機対策として、各国では軍艦に、対空機銃や、 高画砲を装備するようになった。その中で、イギリス海軍が1935年から、旧式化していた C 級軽巡洋艦の中から2隻を改装、美砲、発射艦をすべて撤去して10センチメートル高画砲、単装10機を搭載する防空艦として収益させた。さらに1936年から、大同級軽巡洋艦の計画を始め、 その後実際に建造を実行に移した。これに影響を受けたアメリカ海軍も、また防空専門艦の建造計画を推進し、結果アトランタ休憩巡洋艦を建造した。日本海軍でも旧式化していた、天竜型軽巡洋艦や5,500トン休憩巡洋艦を改装し、防空巡洋艦とする案も出され、昭和天皇にも創上した。実際、 候補になった艦の船体のサイズは C 級軽巡と類似しており、また、川内型軽巡洋艦と長良型軽巡洋艦を除く軽巡は老朽化のため、退役が予定されていたため理論上可能であった。だが、当時の日本海軍は水雷船体の編成を優先しており、退役予定の艦も必要ならその任務に動員する予定だったためこの改装案は見送られた。 他にも、多額の予算をつぎ込んで候補の船を改装しても、能力不足となって、すぐに、第一戦での任務をこなせなくなっては、意味がないと考えられた。また、イギリス海軍のように、第一線での任務をこなせなくなった艦を戦団護衛等の輸送船護衛任務に投入することを考慮していなかったため、それを実行しても、費用対効果が低いと判断された。他にも、新たに、 防空巡洋艦を建造するという計画が立てられたが、建造コストの高さから防空巡洋艦の建造計画は中止された。日本海軍で防空艦の計画が実現したのは、昭和14年度の海軍軍備充実計画での、お津が宅地艦6隻からになり、1940年に一番艦が寄港した。日本海軍では、お津が宅艦を量産し、山戸型戦艦、 改め大和型戦艦、航空戦隊の護衛に配備する予定だった。本型の計画は1938年頃の軍令部要求から始まる。当初の要求は、その他に、円幕転調装置、飛行機級ナンデリックを装備などだった。これは当時、トンボ釣りと言われた、空母ナオエクチク艦の代用として計画されたもので、魚雷の搭載は考慮されておらず、艦視を 直江艦となっていた。しかし、航続距離の要求を満たした場合、重油搭載量は1200トン、排水量は4000トンを突破することになり、1939年4月にまとまった計画では、速力33ノット、航続距離は18ノットで8000回りと縮小されることになる。この時点では4連装魚雷発射艦1機、魚雷8本の装備が含まれており、 艦首は駆逐艦に変更されて建造されることとなった。上記のように4計画で6席され、さらに昭和16年度の戦時建造計画で10席の建造が計画された。昭和17年度の軍備充実計画で16席が計画されたが、昭和17年度の戦時艦船建造補充計画へ改定の際23席に増加し、 合計39席の建造が計画された。このうち5計画の16席、改め5計画の最後の7席は速力を増した。いわゆる改め秋月型駆逐艦だった。設計主務者は松本北郎基本計画番号 F51。いわゆる選手楼型船体で全部に、主砲2機を搭載するために、選手楼の長さが全長のおよそ1、3になっている。 また、重心対策として、全部手法の位置が、なるべく低くなるように、上甲板も、船首廊下では、前下がりの傾斜が付けられ、低船首廊型に近い船型になっている。日本海軍の駆逐艦は、艦首形状に、いわゆるダブルカーブドバウを採用していたが、本型の艦首は直線に近い形状になった。フレームスペースは場所によって5ミリメートル単位になって、おり、 精密な設計が伺える。なお、原外電路は秋月の春工時から装備されていた。日本海軍として初めての防空間であり、環境は1940年春、舞鶴海軍交渉に実物大模型を作り検討が重ねられた。環境構造は影楼型と同じ三層構造ながら、全部手法に視界を遮られないように、高さが2メートル増している。 従来の日本海軍駆逐艦は操打室が羅針環境のもとに設けられていたが、本型では同様の理由で羅針環境に打輪が設けられた。羅針環境上部には露天の防空指揮所が設けられ、前周にブルワークがあり、前方には車風装置が設置されている。艦長は対空戦闘の指揮をここで取る。トップには94式校舎装置が装備され、 環境構造とは、独立して3本の円柱で支えられ、環境広報には、支柱2本が外部に露出している。電端装備の際に、信号書下のセルター甲板を広報に拡大し、電端室を設けた。この時信号書甲板の床も拡張された。羅針環境広報側面にあるブルワークは2、色章心義が装備されて高さが低められた。初月では章心義の位置のみ、 以降の間では、ブルワーク全体の高さが低められている。また冬月以降は、環境規模を後方に拡大して、内部容積を増やし、電端室を環境内に設け、信号書下の張り出しはなくなった。春月は、基幹設備を環境内に設けたため、拡大した環境から、さらに甲板室や野菜室が信号書下に張り出した。 従来海軍が採用していた89式40、後傾12.7センチ広角砲に代わり、98式65後傾10センチ広角砲を装備している。この砲は、後計サイズこそ、以前のものより小さいが、後継長は長く、より長射程、高所速な砲となった。通説では、方針そのものの寿命は短く、 1 2 7センチ砲が約1000発なのに対し、1 0センチ砲は350発と3分の1程度となっており、寿命の短さの対策として、方針を管の設備でも交換できるようにしたと言われているが、それを実現すると構造が複雑化するため、実際はその設計が行われなかったとも言われる。仮にできたとしても、予備方針を積んだ記録が確認できないため、 少なくともそういった運用は考慮されていなかったと思われる。砲の性能は高く、カタログスペックで最大射程19500メートル、最大射高14700メートル、発射速度毎分19発というものであり、89、式12.7センチ砲に比べ、いずれも1.4倍以上の能力向上を誇った。だが、溶断薬装置も、 長時間の使用で故障を生ずる可能性があり、その場合は人力で運ばねばならなかった。砲側照準による目標の補足も可能であるが、実践では難しいのが実情だった。また連続発射後のガスで、砲手が気絶したこともあった。本型では、砲塔形式の A 型連想法を搭載、選手廊甲板に背負い式に2機、後部甲板に背負い式に2機の、 K4 機8門が搭載された。最大行角90度、不角10度、不行旋回は 20kW 電動機で行われた。正式採用された中では、最新の94式校射装置が備え付けられていたが、米軍の射撃式装置、MK37 射撃式装置が、レーダー即興可能としていたのに比し、射撃用レーダーを持たず、 対空目標との距離測定及びその標準追尾は高額による人力であり、高角砲のコントロールも人手によったため射撃の精度は乗組員の連動に頼る点が大きかった。当初の計画では94式校舎装置は全部と後部の2カ所に軽営に装備するとなっていたが、実際には 環境上の全部にのみ装備されて一機で全砲塔の射撃を指揮することとなり、後部に装備した艦はなかった。後部降車装置部分には外塔のみ装着されていたが、中身はなく、即居儀の出っ張りもなかった。この部分は、後の機銃装備時に機銃台に転用された。マリアナ沖海戦における第61駆逐隊の戦闘商法では、後部降車装置の増設を強く訴えている。 煙突の直後、魚雷発射管の直前に左右にわたる機銃台が設置され、25mm 連装機銃2機が装備された。射撃式装置はなく直接照準であり、操作も人力によった。1943年の初めに、煙突の寛用吸気口の乗せる形で左右に機銃台を設け、3連装機銃を各1機ずつ装備した。同年には、 連装機銃は3連装機銃に交換した。この時に機銃台も3連装用に拡張されたものと思われる。同年末に後部降射装置設置予定の指導の上に機銃台を設け、3連装機銃1基を増のした。冬月以降の間は、春工時から巨雷発射間直後に両限にわたる機銃台を設け、3連装機銃を2基設置した。 秋月などに装備された煙突量限の機銃台はなく、中部機銃台と合わせて3連装4機の計画になる。冬月の春工時には秋月などと同様に、後部降車装置士登場の機銃台に3連装1機も搭載し、計3連装5機を搭載した。1944年6月の阿合作戦までに、秋月型各艦は3連装機銃5機を装備したことになる。 各艦によって違いがあるが、アゴー作戦以降は、単装機銃を各所に増備した。1945年2月には、春月を除く各艦は、環境の左右に機銃台を設けて三連装機銃各一基を設置、計算連装七基となった。春月は、機関設備を環境内に設けたためにこの増備は実施しなかった。上述の通り、 当初は魚雷を搭載しない計画だったが、途中で搭載することに計画が改められた。兵装はカゲロウ型の半分で、魚雷発射艦はカゲロウ型と同じ、次発装填装置付きの92式4連装、発射艦4型1機、酸素魚雷8本を搭載した。冬月以降は、当初予備魚雷を搭載せずに、魚雷は発射艦内の4本のみの計画だった。 しかし1944年2月に予備巨雷の搭載が復活し、春工時には秋月と同様の予備巨雷格納箱が設置され、巨雷8本の搭載が可能になっている。94式爆雷投射機2機、爆雷投下第6機を装備し、95式爆雷54個を搭載した。朝潮型から夕雲型の艦隊型駆逐艦,艦では、爆雷投射機1機、 爆雷18個または36個で、本型では空母の名えを任務にしたことからより強力な対戦兵装となっている。1944年3月竣工の下月以降は、10日台から爆雷10日軌道2条に変更された。以前の間も同時期に10日軌道に変更されたものと思われる。軌道の長さは爆雷6個分で右限のものはそれより長く。 運搬を兼ねて前方に延長されたと思われる。電単の装備は計画になく、秋月の春工時にも電単は装備されていない。照らし月は電単装備の機械がなく沈没している。初月から冬月は春工時から21号電探を装備しており、これに伴い全部マストの形状が変更されている。初月と同日春工の両月も同様の可能性がある。 秋月では1943年8月26日付訓令により、1943年11月初めまでに、全部マスト上に21号電単を1機追加装備、した。21号電単は、大型の対空電単であり、戦艦、航空母艦や巡洋艦などの大型艦に、装備されたが、駆逐艦で装備したのは、秋月型のみである。 秋月では1944年7月上旬、後部マスト上に13号電探を一機追加装備、した。アゴー作戦後の並走装,装備の状況調査にて、他の秋月型各く管でも、同様に装備されていたことが確認できる。13号電探は小型、軽量な対空電探だったため、他の駆逐艦にも装備された。1944年10月の冷凍機械戦の前後に、 全部マストから21号電炭を撤去し、後に13号電炭1機と22号電炭1機を装備した艦があった。13号電炭は前後合わせて2機となる。両月、冬月では時期が不明だが写真でこの装備されたことが確認でき、下月は戦闘商法で両方とも装備していることがわかる。春月以降の艦は新造時よりこの形態を取った。 秋月はこの装備を行う前に戦没した。22号電弾は小型、軽量な耐水状電弾で、他の駆逐艦にも装備された。他の日本海軍の艦艇全般に共通することだが、電弾を装備していても、手法、機銃を電弾に連動させる標準装置が開発されていなかったことは、秋月型でも同じだったため、射撃における電弾の効力は限定されたものとなった。 それでも、奇数、変態、方向、距離が分かるため、対空戦闘には不可欠の装備となっていた。艦はカゲロウ型と同じロゴを観本式ボイラー3機、蒸気圧力 350kg、平方センチメートル、蒸気温度摂取350度も同一である。全部艦室に、ボイラー2機、後部艦室に、同一機を搭載した。機は生産性を考慮して、 基本的にカゲロウ型と同じカンポン式タービンであるが、原則ギアは新設計になり、回転数はカゲロウ型の 380rpm から 340rpm に落とされた。初春型以降、カゲロウ型までの駆逐艦の機械室は全部機械室に左右のタービン2機を置き、後部機械室には発電機などの補機を置いていた。一方、秋月型では、 全部機械室に左原タービン、後部機械室に右原タービンを置いた。それまでの配置だと全部機械室が被弾などで浸水すると航行不能になるのに対し、後年建造される松型駆逐艦が採用するシフトエンジン方式ほどではないが、片方の機械室の浸水だけでは航行可能で残存性が高まることになる。全部機械室の右原ガード、 後部機械室の左舷側は重油タンクに当てられた。冷凍機械船で小沢機動部隊に所属していた下月は、資金弾による浸水を左舷機械室外側の重油タンクが食い止めた例を紹介し、重油タンクのない右舷側後部で資金弾があった場合、後部機械室が一気に浸水する危険性を指摘している。また、軽巡夕張以降、 日本海軍巡洋艦で採用されている誘導煙突を駆逐艦として初めて採用した。艦の大きさやシルエットが夕張と似ているため、ラバウル方面に配備されたテラシズキ、新月を目撃したアメリカ軍は、日本軍は夕張を量産していると誤報を出したという。全部マストは、下部は煙突をまたぐ4脚で、信号書甲板の高さから3脚になる。 環境トップに備えた、高射装置の社会を広く取るために、支柱の間隔は狭められ、位置も環境から離され、軽く後方に傾斜している。電探装備の際に、マスト上部にフラットを設け、電探の後方にマストが伸びるよう設計が変更された。同時に、マスト下部も補強がされている。日本海軍の艦艇類別等級表においては、命名された全13隻が、 秋月が拓畜館である。しかし秋月が拓畜館は収益が戦時中だったため、後になればなるほど後期の短縮を図るために偽装の簡略化が進み、同型館でありながら初期と後期の間では外見上相違する部分がある。各館が属するサブタイプの故障は文献によって見解や表記が異なる場合が多いため、以下にそれを列挙する。 秋月型、秋月型原型。広角法と防空間では、下月までを、秋月型、工術する冬月型、満月型を合わせた総称として、秋月級と仮に呼ぶとしている。冬月型、改め秋月型、秋月型改め型。冬月以降は、計画番号 F53 となる。秋月の計画との相違点は、以下のようなものがある。 同じ冬月型でも、高機関では一番ボイラー用吸気口や後部、乾板室側面が、局面から平面を使用した形状に変更された。満月型、清吉月型、改め冬月型、改め改め秋月型。1944年5月5日に決済された丸19線評改定では、次期着工間から大幅な工事感以下がされることになった。 船体は直線を多用した形になり、特殊鋼の使用が中止され、これにより排水量が若干増し、速度が低下することとなった。後期については、飛行から竣航まで12ヶ月から13ヶ月かかっていたところを平均8ヶ月から9ヶ月に短縮できる予定だった。外観上は、船体水上部や艦首の曲線を大幅に削除し、完備形状も 大半の傾斜を廃止、四式水中上温機を官邸に搭載し、それにより官邸は膨らんだ形となる予定だった。損傷復旧後の両月の環境と監視はこの方に準拠した形状と推定される。満月と、か月を冬月型とするか、満月型とするかで小説ある。改め秋月型、秋月改め型、超秋月型。秋月型から、 機関出力を島風と同じ7万5千馬力にして、速力36.7ノットを計画した。4計画の6隻は、舞鶴海軍交渉と、三菱長崎造船所で3隻ずつ建造され、1942年6月に一番艦、秋月が竣工した。丸九計画では、佐世保海軍交渉が加わり、浦賀選挙でも1隻建造された。 日本海軍の現場からは、艦名からまとめて月型と呼ばれることもあった。これについて、待合茶屋の名前ばかりつけてという冗談があった。戦時補充計画での建造中止艦後計画での建造計画艦改め後計画での建造計画館。秋月型は戦時中に建造されたため、戦没と心臓艦の編入が錯綜し、 フル編成が完結する機会は少ない。新月は駆逐隊編入の機会がないまま、第8艦隊に単艦で編入されて戦没している。秋月型最終ロッドが竣工する頃には、すでに艦隊行動が不可能になっており、駆逐隊も解体されるものが続出した。このため、春月は当初より護衛戦隊の第103戦隊期間、ヶ月は、 第31戦隊機関となっており、新月と合わせ3隻が駆逐隊に属していない。結果的に第61駆逐隊、第41駆逐隊の2個駆逐隊が編成された。機動部隊である第3艦隊第10戦隊での活動がほとんどを占め、戦争末期には第2艦隊の第2水雷戦隊に所属し、主力駆逐艦らしい戦歴を重ねている。 佐世保鎮ュ府に所属した、秋月、寺静キで編成した、最初の秋月型主体の駆逐隊。第10戦隊に属して、機動部隊の名前を,を担うはずであったが、編成時の秋月は、第4水雷戦隊機関として、ガダルカナル島の戦いに参加。寺静キは、南太平洋海戦以降機動部隊と分離して、第3次ソロモン海戦等の水上戦闘に参加した。両月。 初月の追加を待たず正月が戦没したほか、秋月や両月が長期間の修理を要する被害を受けており、四隻体制を維持すること自体が困難だった。若月の戦没により、残るは本土で修理を完了した両月のみとなったために解散した。マリアナ沖海戦に備えて、短艦で第10戦隊に編入されていた下月に、 第11水雷戦隊での連戦を終えた冬月を加えて昭和19年7月15日に編成した。0手置き戦前に冬月が大破したため、駆逐隊単位での行動はほとんどなく6 1るから転入した両月と修理が完了した冬月が菊水作戦に参加したのが駆逐隊として唯一の作戦行動である。菊水作戦によって 両艦とも損傷をこむったため、稼働できるのは追加された酔い月とカズキだったが、燃料の不定のために活動することはなかった。終戦の日に、影楼が宅地区艦の切風を編入している。戦後の武装解除時に解体した。これは、小賀いよいよが戦後記述した文章が元となっている。しかし官邸研究家の田村敏夫も、調査の中で、異常により、 環境上の一機しかなく、同時に二機の目標に標準を合わせることは不可能だったとしている。また別の記録としてうがきまとい、連合艦隊参謀長の戦争録では9月29日に秋月が武蔵島で B-17 爆撃機2機と光線1機を撃墜し、防空駆逐艦の価値を始めて発揮せりと記述している。このことについて、 田村は同じく調査の中で、以上から、通説は日本のみで言われていることではないかと、推測している。警報を発した説は、福井静が雑誌、丸昭和46年12月号に寄稿した記事に、ある。この記事において福井は、ソロモン海域に新英艦が出現したという警報は、直ちに全軍に達せられたらしい。と、あくまでも、伝文として記述している。 ありがとうございます。